モンペリは日本のボランタリーチェーン、ガツノトモ、グローサーズチェーンが展開するコンビニエンスストアの店舗名である。同チェーンは茨城県作大手の種類卸ろし売り業者、合資会社ガツノトモが主催している。茨城県の県北地域と福島県南部を中心に80店舗弱を展開している。一部店舗ではインストアキッチンやインストアベーカリーを導入し、 店内で調理した弁当やパンをリーキッチンというブランド名で販売している。ボランタリーチェーンであるため、ロイヤルティは売り上げやあらりの高に関係なく、一定の回避性となっている。営業時間も各加盟店の裁量に任されており、24時間営業の強制などはない。月の友は1903年11月に創業された。同社によると創業者は、 ガツの友ブランドの日本酒で評判を得て取引先を広げていったという。1936年3月28日には事業を合種会社化している。1983年、種類、食品卸売業者となっていた月の友は、国部グローサーズチェーンアライアンスの茨城エリア本部となり、コンビニエンスストア業界に進出。国部株式会社の指導により月の友 グローサーズチェーンを結成し、自社の取引先主販店を中心に、コミュニティストア加盟店の開拓に乗り出した。1990年12月、t g c は日本のコンビニエンスストア業界で初めて銀行ポスの導入を決定。1992年7月には業界他社に先駆けて前店に、チケットピア予約発券サービスを導入するなど、独自のサービス拡充に取り組んだ。 1993年には店舗数が100店を超えている。1995年9月1日、TGC はクグカから独立し、店名をコミュニティストアからモンペリへと変更、独自のチェーン展開を始めた。この時点での店舗数は130店であったが、クグカとのエリア契約を解消したことで、出店地域の制限がなくなり、以後は、 福島県いわき市などにも進出していった。1995年12月、TGG は店内調理の弁当、パンを提供できるモデル店的な新店舗を茨城県中郡大宮町に開店させ、その後も厨房設備を持つ店舗を増やしていった。2000年からは一部店舗で白飯を店内炊飯へと切り替え始め、2002年にはレストランメヒコと共同開発した。 レトルトカレーも販売し、白飯販売との相乗効果を狙った。カレーの売れ行きが好調であったため、メヒコとの共同開発商品は、ビーフシチュー、煮込みハンバーグ、カニピラフとラインナップが増えていった。1999年8月には149店だった t g c の店舗数は、その後減少へと転じ、2004年2月には80店舗弱となっている。 月の友自体の売上高も112億円から60億円へと落ち込み2004年2月13日同社は民事再生法の適用を申請した2004年12月20日には再生計画案が認可決定されている ABCDE 流通会社年間2003年版日本経済新聞社 PP503 ファーマウィーク薬業自報社 1998年4月27日6面。ABCDE 日本食料新聞2004年2月25日より。AB 日本食料新聞1995年5月31日より。AB 茨城新聞2004年2月14日長官15面より。日韓工業新聞1990年12月11日21面より。 日本食料新聞1993年1月1日より、ただし発見端末はチェーン本部にしかなく、店舗は注文を取り継ぎ、後日チケットを引き渡すという変則的なシステムであった。日本食料新聞1992年7月27日より、日本食料新聞1994年2月4日より、AB 日本食料新聞1995年9月8日より、日本食料新聞1995年12月27日より、日本食料新聞1996年1月26日より、日本食料新聞1996年,19年8月21日より、AB、日本食料新聞2000年2月9日より、 日本食料新聞2002年2月15日より、日本食料新聞2003年3月19日より、日本食料新聞1999年8月25日より、茨城新聞2004年12月25日長官13名により、月の友に関するカテゴリー、ありがとうございます。